今回はキラって作中で一度も言ってないのに不殺キャラになってるよなに対する反応集をご紹介します。不殺なんだかよくわからないキャラ。殺してるよ、アニメ見ろ。アスランにも種でも種子でもお前も殺したやろがい責められてるしな。なるべく殺したくないってのはわかるんだが、じゃあそもそも戦場に出てきて余計な攻撃開始するのやめてくれってなる。だから隠居してたら襲われたし。だからって挟み撃ちで襲われてただけのミネルヴァに攻撃して死人出さなくても。キラはオブの味方だからな。種子のキラは自分でもどうしたらいいのかわかってなさそう。種子のキラに関してはその認識でいい。無印では自分のメンタル守りつつ戦うスタンスでよかったが、運命だと引っ張り出されたとはいえ積極的に戦闘に介入してる自分のあり方に悩んでいる。監督も、戦いつつ戦争を否定するという袋小路に陥っている、と評してこの頃のキラが迷走期間だと認めている。それの最終的な答えがラクスと一緒にプラントに渡ってザフトに入隊なのかもな。一時期叩かれてたけど殺すより殺さない方が立派だよね。状況的に理不尽な形で自分や友達を守るために盗賊殺しを強要されて悩み悩んだ末に行き着いた境地なだけだぞ。まさにこれである。ニコル殺したよね。キラはむやみに殺したくないってだけで自分がヤバければ殺すよ。自分がヤバくても殺さんよ。シンと戦った時は撃墜されてもコックピット狙わなかったからな。他人がヤバくないと狙わないってくらいに自分の命の優先度が低い。めっちゃ胴体フルスイングしてなかった。あれは足を切ろうとしてたんだよ。大コメでも解説されてるし検証もされてる。でもやむを得ずステラ殺して死にきれたよね。ステラのデストロイに対してはさすがにキラも明確にとどめ刺しに行ってたな。あれは破壊の規模がヤバすぎる。インパルスも危なかったしな。大量虐殺兵器使うような相手は戦艦ごとぶった切ってるして加減してないよな。殺したくないけどそうしないと身近にいる人たちが死んでしまうから出るなんてのはアニメでよくある展開じゃないの。いわゆる守るために戦うみたいな。味方側はともかく生殺与奪を握られた時点で敵側が不殺に文句を言う筋合いはないね。キラは不殺というよりか非殺。キラは不殺という信念でやってるわけではなく、殺してると自分のメンタルが耐えられないからできるだけ避けてるんだと思う。なるべく殺したくないってわけってだけでどうしようもない時は殺すってスタンスだし、あと種子からキラってちょっとメンタル壊れてそうだし。殺したくなんてないのにって言うけどこの時点のキラってまだ高校生くらいの子供だしなぁ。そこからアスランと殺し合いになったり自分の出生と不齢死亡で完全に病んじゃった感ある。キラは一応初期から不殺で済むならそうしたいと思ってたけど、ストライクじゃ機体性能的に無理だったからコロコロしてたって理解でいい。初期はそういうこと考えることすらなく必死で戦ってただけ。ニコル殺して自分も死にかけて考え変えた感じだった気がする。ニコル前も砂漠だったかで僕はもう誰も殺したくないのに、って泣いてなかった？キラさんは終始殺したくないで一貫はしてる。ただ自分が重傷を負うまで落ち着く時間が一切なかっただけで。殺したくはないけど本当に余裕なくなったらシードの砂漠の時みたいになるよ。ストライクの頃って不殺とか意識してたっけ？フリーダムになって性能の余裕が出てきてやり始めたような印象があるんだけど。してない。フリーダム授業あたりから不殺を心がけている。ストライクの時は効率的に処理してた。むしろダウンした爆風にしっかりとどめ刺すくらいやる気だよ。無論本人は殺したいわけじゃないけど機体性能や状況的に余裕がない。してないというか余裕が全くないからできない。なのでユニウスセブンの偵察人とか、バルトフェルドとかニコルみたいに中の人を認識してるやつを落とすとガングモリする。作中で一度も不殺なんか言ってないのに代表例みたいになってるキラ。殺したくないとは言ってても殺さないとは言ってないしね。あくまでも死ぬ人間がちょっとでも減ったらいいなぁ、くらいのもんでしょ。被害ゼロに済まそうなんて傲慢さはない。
現実の軍人も PTSD とか深刻だし敵を殺していちいち気にするなっていう方が、現実を知らないもしくは最高なのかもしれない。元から軍人じゃないしな。まあそれなら操縦訓練も受けずに無双するのは現実的にはありえないけど、機体が強いからってことにしとくか。この前の再放送でシード初めて見たけど、キラが不殺に関すること何も言ってないのはびっくりしたな。そこ結構大事なところじゃない？ここでも言われてる通り不殺じゃないから、殺したくない思いとそれを実現する力って触れ方しかしないし、大事なところだからこそ正確なニュアンスで触れてると思うぞ。キラがフリーダムに乗ってから殺したのって基本的に時間がない時ぐらいだよね。唯一感情が一番の理由で殺したのがクルーゼ。そんなキラでもこいつだけはぶっ殺すしかねえってなったクソコテはさすがだな。バーカ滅びの世界ってだけでも迷惑なのに嫌がらせのためだけにシャトル落とすから、大体アニメ雑誌のせい？それアニメ雑誌じゃない。殺したくなんかないけど殺さないと友達が死ぬから殺すストライク時代、ちょっと余裕出てきて仲間も期待も強くなったからなるべく殺さずに生きたいフリーダム時代、わかりやすい。状況で変わる信念なんざ当てにならねえ。状況で戦ってる元インドア学生に信念なんてねえよ。そもそも戦場で殺し合いできるメンタルしてないよキラ。ずっと割り切れずに最後まで倒作してた。なんというか答えなんかでないって意味で覚悟決めちゃった気もする。殺さずに無力化で済むならそうして、それができない技量の相手なら殺すって割と単純明快な話だったのに、当初やったら叩かれまくってたよな。未だに訳がわからん。キラはそういうのやったことなくね。殺しに行ったのはクルーゼとステラと議長だが、どれもそういう理由で解除したわけでないような。デストロイ戦は割と殺すしか無力化する手段がないって状況じゃね。まあ殺しにかかってきて生かされただけラッキーやろ。普通なら殺されてるんだし、余裕あれば不殺選ぶだけ。フリーダム初戦のイザークも普通にコクピット起動してギリギリ踏みとどまっただけ。連合の戦艦に関しては核積んでる可能性が残ってるから躊躇してられない。散々突っ込まれてるけどミーティアであんだけ戦艦落として犠牲者ゼロはないしな。かがりの、キラだって守りたいもののために戦ってただけだ。が全てだと思う。確かに殺したくはないが、それ以上に大切なものを殺されたくないという思いもあり、環境が環境なだけにそこら辺の板挟みに折り合いつけることも不殺なんて考える余裕もなかったのが前半だ。フレイとの関係性とかも含めてキラはストライク時代の方がキャラとしてだいぶ魅力的だと思う。殺したくなんかないのに、とは言ってるけど不殺はしてない。する余裕なんてない。僕は、殺したくなんかないのにって叫びが全てだと思う。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。